そうですね、そう。ライサンダー、私の目が見つけたのではない。ありがたいことに耳が私を導いてくれたの。那覇高校出身、日本工学院八王子専門学校クリエイターズカレッジ声優演劇科2年の玉寄優里です。施設が充実しているところと、実際に活躍している講師の方々から学べるところに魅力を感じて、この学校を選びました。高校1年生の冬頃に考え始めました。笑って、はい、はい、学校の雰囲気やカリキュラムを実際に体験入学などで見て、実感することだと思います。一人暮らしをしているので、お金の面などはバイトと奨学金でやりくりをしろというのが約束でした。同じ夢を持つ仲間に出会えたことと、他の県外からの、人たちと関わり合えることが良かったことだと思います。電車の乗り方が難しいところ、あとは気候の変化が厳しかったです。電車はまだ慣れてないですけど、気候の方はだいぶ慣れてきました。将来はアニメだけでなく、洋画の吹き替えやナレーション、ラジオなど様々な分野で活躍する声優になることです。今は、発声練習、それから作品研究、あとは自分磨きを頑張ってます。お母さん、今まで19年間育ててきてくれてありがとうございます。今こうして県外に出てきて、まあ、寂しい思いしてると思うけど、こっちでも元気に頑張ってます。これからも応援しててください。お願いします。大好きだよ。あ、もうそろそろ送ってもらわないと生活費困ります。お願いします。武士がお父さん、今までずっと反対されてきたけど、今こっちで頑張ってます。お父さんはいつか諦めるだろうとか、お前には無理だよとか言ってたけど、お父さん見返せるぐらい頑張りたいと思います。見ててね。学校選びは資料だけじゃわからないことが多いので、実際に体験入学をして決めた方がいいと思います。それからやりたいことがあるなら諦めずに押し切った方がいいと思います。周りに反対されても、それを説得する勢いで行った方がいいと思います。頑張ってください。日本工学院八王子専門学校、いいところですよ。メンソーレー。いい声、ありがとうございます。シリトリンゴゴリララッパーパセリトアニア自分磨きをしています。好きなタイプは優しい人です。